最初に自己紹介をしたいと思います。今日はですね、ガイナーレ鳥取からなんと4人も選手が来ていますので、皆さん拍手で迎えてください。でちなみに拍手するときは、みんな見ててよ、宇島さん見ててね。お、いいですね、リアクションついたし。なので手話の拍手はこうやって手話で拍手します。手をキラ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 やってみて。あ、素晴らしいです。これ拍手なのでミュートにしてる間は、何か言い終わった後とかね、選手が話した後、拍手したいときはこうやってキラキラキラーってしてあげてね。よろしくお願いします。それでは早速これから、自己紹介に移っていきたいと思います。じゃあ最初は今季新加入ですね、背番号17番の田口選手、お願いします。はい、皆さんこんにちは。今季から、ガイナーレ鳥取に加入した田口也です。僕が、まずはじめに僕が、の経歴っていうか、サッカーのこれまでの過程っていうのは、小学校で三重県にある小山田サッカー少年団っていう、少年団でサッカーをしていて、そこからサッカーが始まって、でサッカーの前に僕はフットサルをやっていたんですけど、幼稚園からフットサルをずっとやってて、サッカー自体は小3から始まってます。で大山田サッカースポーツ少年団で全国大会に出て、3位になって、でそのまま、セレッソ大阪西っていうチームがあるんですけど、中学校で。そのチームに行くために、僕は、お父さんお母さんと離れて、おじいちゃんと、兵庫県の尼崎っていうところで暮らしてました。で、中学校の頃は怪我とかが多くて、なかなか試合に出れないことが多かったりして、で、もちろんセレッソ大阪でユースに、高校でユースに昇格して、そのままプロになるっていうのが僕目標だったんですけど、ユースに昇格できなくて、もう一度地元の三重県に戻って、四日市中央工業っていう高校でもう一回プロ目指すって決めて、3年間サッカーしてました。で、選手権も出させてもらって、ですごい成長できた3年間だったなと思ってて、でみんなまだ中学校だと思うんですけど、これからサッカーでプロを目指すっていうことなんで、そうですね、自分のやりたいことを頑張ってほしいなと思います。以上です。拍手。田口選手ありがとうございました。はい、大丈夫、今までこれまでで質問ある人大丈夫だね。ね、あったらミュート解除して話していいからね。はい、それでは次いきたいと思います。次はですね、背番号18番の西山選手、お願いします。はい、皆さんこんにちは。背番号18番の西山祐介です。僕は、高校まで東京都出身なんですけど、高校までサッカーも東京の方でやってて、で、まあ、小学校はひばり SC っていう本当に地元にある本当にみんなが入るようなサッカークラブでずっと6年間サッカーをして、で中学校でちょっとフォルタ02っていうちょっと強いチームに行って、まあ、そこでちょっとサッカーやめたくなった時期とかもあったんですけど、で、まあ、高校は、今 JFL の横川、あ、もう東京武蔵野シティっていう名前に変わっちゃったんですけど、昔は横川武蔵野っていうチームのユースチームで、サッカーをしてました。で、大学はそこから実家を離れて山梨県の山梨学院大学の方に、進学をして、でそこの、3年生の時にヴァンフォーレ甲府、今 J2 のヴァンフォーレ甲府の特別指定選手とかになったりして、で大学を卒業してちょっとヴァンフォーレには入れなかったんだけど、YSCC 横浜、J3 の YSCC 横浜っていうチームに入って、そこから今この子にいるガイナーレに来ました、っていう感じですかね。はい、以上です。質問あれば。ありがとうございます。拍手。はい、じゃあどんどんいきますね。はい、それでは次、31番、背番号31番の糸原選手、お願いします。はい、
はい、こんにちは。背番号31番ゴールキーパーの糸原幸四郎です。僕は鳥取県倉吉市出身で、小学校、中学校は FC 神野というチームでサッカーをやってました。今日何人か来てくれてると思うんですけど、毎日青と黄色のジャージを着ながらサッカーを続けていました。で、中学校2年生の時に広島のサンフレッチェ広島っていうチームに行きたくて、広島に練習を見に行ってから、こう、見に行って、こう高校も広島でやりたいと思って、高校からはそこのサンフレッチェ広島っていうチームに行かせてもらって、サッカーをしてました。で、そこで、そのままトップチーム、プロのチームに昇格して、やりたいっていう目標があったんですけど、それは叶わずに、もう一度4年間チャンスをもらって、プロを目指したいっていうことで、滋賀県にある、琵琶湖成蹊スポーツ大学という大学に行って、もう一度、ソロサッカー選手を目指しながら学校に行くっていう形をとって、今年から、去年の途中から、ガイナレ鳥取に、特別指定、特別強化指定選手と内定っていう形でもらいました。以上です。ありがとうございます。パチパチパチ。はい、それでは4人目ですね。最後になります。背番号13番の田尻選手ですが、実は今回の夢広場を、発案してくれた選手です。多分田尻選手がいなかったら、今日ね、みんながこうやって選手の話を聞く機会がなかったと思うので、皆さんぜひ聞いてください。お願いします。それでは、田尻君お願いします。はい。こんにちは。ガイナーレ鳥取背番号13番の田尻健です。サッカーは4歳の頃から始めて、で幼稚園にサッカークラブがあって、それでサッカーを始めました。でずっと小学校もそのチームにいて、で小学校4年生の時にガンバ大阪のジュニアチームも一緒に、だから小学校4年から6年生の3年間は地元のチームとガンバ大阪ジュニアを行ったり来たり、1週間に2チームの練習行くようなサッカー生活をしてました。で、中学に上がるときに、そのガンバ大阪のジュニアユースのセレクションを受けて合格して、で、中学3年間はガンバ大阪のジュニアユースで、で、そっから高校もガンバ大阪のユースで、3年間サッカーして、でそこでもう高卒でガンバ大阪に入団できて、でそっから今年で、まあ、1回津営元金沢っていう今 J2 のチームに1回移籍したこともあったんですけど、もうほとんどそれ以外は大阪で、ガンバ大阪でずっとプロ生活をしてて、で今年からガイナーレ鳥取に移籍してきました。そんな感じです。で、あと、まあ、今回、こういう夢広場を企画した理由は、多分、まあ、結構、それこそ大阪とか東京とか、大きい都市の子供たちは、まあ、サッカー以外にもいろんなスポーツに、関われる機会が多いと思うんですけど、まあ、こうやって地方に来て、なかなかそういう、ね、直接サッカーの試合とか、まあ、野球とかバスケットとか、まあ、そういう試合を直接見る機会が少ないのかなっていうのを思って、で、まあ、そういった中でより身近にこういうサッカー選手とかを感じてほしいなと思って、こういう企画をしました。だから今回なかなかない機会なので、もうほんまにどんなことでもいいから、まあ、質問とか気になったことがあれば、どん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 言ってきてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。どうですか、みんなこれまでで、今まで4選手話してくれたけど、ちょっと聞いてみたいことない？大丈夫？大丈夫かな？それじゃあちょっと次に進んでいきます。
それではですね、じゃあここからはテーマ1になります。で、今話してくれたね、4人の選手がじゃあいつぐらいからプロサッカー選手を目指し出したのか、ね、いつぐらいにプロサッカー選手になりたいって思ったのかをちょっと一人ずつ聞いていきたいと思います。で、その前にプロサッカー選手になりたい人手挙げて。おうん。もうみんなで素晴らしいね。そっかそっか、ありがとう、ありがとうございます。じゃあちょっとそのテーマに行きたいと思います。じゃあまずは最初自己紹介順で行こうと思うので、はい、田口選手お願いします。はい、ちょっと僕は何ですか、ちょっと特殊っていうかあれなんですけど、まず小学校の時僕自身が、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、多分すごい飛び抜けて上手くてで、本当に何ていうんですかね、天狗になってて、まあ正直どこのチームと J とやっても点取れるし、ドリブルで一人で抜けてれるしっていうので、もうその時になんか自分自身は絶対プロになれるなと思ってたし、なんならなんていうんですかね、自信過剰っていうんですか、もう俺が一番うまいっていう子供で、でそのままセレッソのジュニアユースに行って、で僕その当時身長がちっちゃかったんですけど、まあ僕が正直一番うまいだろうなっていうつもりで行った時に、まあ、僕は150センチ以下147センチで、で同年代の子はもう174とかがいて、でなんか何も通用しなくて、もうそれこそ大人と子供がサッカーしてみたいな感じで、もう片手で抑えられて飛ばされるとかで、もうそこでなんていうか初めて挫折を味わって、ああ僕自分プロ無理なのかなって思って、でそのまま、まあ、怪我とか前回セレッソで終わってしまったんですけど、で高校に行って、高校の指導者の人たちに高1の時でなんかプロになれるっていう風にずっと言われてて、でも正直自分自身はもう無理かもしれないっていう正直思ってます。でそっから高2、高3と、まあ、なれるのかもしれないなっていう気持ちではいたんですけど、なんか本当に、あ、俺絶対なれるっていう確信はなんか持てない中でサッカーしていて、で、高3の時に、もう、いろいろ、まあ、サッカーをやめるとかいろいろあって、もう本当にプロになるか、サッカーをやめるかの、二択になった時に初めてプロになりたい、もう本当にもう一度プロになるっていう風に考えた時に、なんですかね、もう意識も変わったし、でもうプロにならなきゃいけないっていう風に思ってからは、もう自分が、チャンスがあれば絶対プロになりたいなっていう風にはそこから思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ、だいたい小学校ぐらいにはなれるかなって思ってたけど、はい、実際にもう強く思い出したのは高校3年生。そうですね、はい、あ、なるほどですね。高校3年生からという、はい。ありがとうございます。はい、それでは、次に西山選手、お願いします。はい。僕は、田口選手とむしろ真逆で、小学校とかの時とかは本当に選抜とかも入ったことないし、なんだろう、本当に地元のただのサッカークラブでサッカーをしてたので、全然そういうプロになり、なんかプロになりたいとは言って卒業文集とかにも書いたりしてたけど、本当にかっこつけぐらいの感じで、プロになりたいって言っとけばかっこいいぐらいな感じで言ってたぐらいで、全然そのプロになれるって自信もなかったし、でもまあ小学校の中では運動神経も良かったんで、まあ上手い方だったんですけど、でそれで中学のチームに行った時に、まあ、ちょっと強いチームに行ったんだけど、本当にそこで僕も挫折をして、しかも中学校ってやっぱりみんな遊ぶ、他の友達はみんな友達と遊ぶ時間が多いし、まあ、勉強もあるしって中で、本当にサッカーを一番やめたかった時期で、で本当練習もサボっちゃったりとかそういう時期もあったりして、で高校に上がるときに本当にいつでもサッカーをやめれるようにと思って猛勉強をして、
高校に入学して、サッカーは本当にクラブチームで楽しむためにやろうと思って、でも一応続けてはいたんだけど、で、大学、で、高校がすごいサッカー楽しくて、ユースの3年間がすごい楽しくて、で、大学まで一応続けることになって、でもその時もまだ全然プロっていうのは、本当に雲の上の存在というか、自分がなれるなんて全然思ってなかったし、でもその大学3年生の時に、そのヴァンフォーレ甲府の特別指定選手になった時に、その初めてプロの練習に参加したんだけど、そこでも意外とやれるなっていうことに、気づいて、なんだろうな、プロ、今まではプロってすごい雲の上の存在だったんだけど、そこで初めてプロの世界を身近に感じることができて、少し自分の自信にもなったし、そこからプロっていうのをよりなんか夢から目標に変わったというか、自分でもなれるんじゃないかっていうふうに思い始めてからの、卒業までの2年間は本当にそのプロを意識して、ずっと練習とか試合を意識してやってました。で、大学卒業するタイミングでも本当に J リーグに入れなかったらサッカーやめようと思ってたので、って思ってた中で、まあ、ギリギリJ3 の横浜のチームに入ることができて、J リーガーになれたって感じです。だから本当にエリート街道っていうわけじゃなくて、田尻選手とは、真逆な、思います。はい、以上です。ありがとうございます。そうですね。あ、ちょっとここで、今ね、ちょっとみんな、皆さんに、参加してくれてる皆さんに、やっぱちょっと音もあった方がいいかなって私自身思ったので、もし周りがうるさくなければ、ミュートを解除してもらっても大丈夫です。大丈夫かな？周りがいっぱい騒音とか、なんか電車が走ってないよとか、そういう関係、環境じゃなければ OK です。そしたら多分もっともっと盛り上がっていけるかな。はい。お願いします。はい。それでは、行きましょう。あ、ちなみにですね、今ちょっと思ったんですけど、田口くんと西山くんのところで行くと、はい、藤山くんも大学3年生の頃に、多分、学生に行く前とかには、なんか、校舎の方から、なんかそういった話があるとか、プロになれるんじゃないかみたいなことの話はあったんですかね、田口選手みたいに。いや、全くないですね。あ、なくて。はい。その、ヴァンフォーレの練習に参加するきっかけになったのは、どういったことですか？は、山梨学院大学が、提携してて、同じ山梨ということで。で、試合のちょっと怪我人とかで人数足りない時とかにお呼ばれしていく感じ。なるほどですね。そこでですね。そういったこともあるということです。ありがとうございます。はい。はい、そしたら次、藤原選手お願いします。はい。僕は小学校の時からサッカーをしてて、まあ、私、小学校の時は、まあ、ただ漠然とサッカー、プロサッカー選手っていいなぐらいの感じで、やってました。で、中学校2年生になって高校どこに行くっていう話を両親からされた時に、やっぱ僕の中で一番大事なものがサッカーであって、そこを本気でやりたいっていうふうに思った時に、鳥取県内じゃなくてもっと大きな日本一を取るようなチームで戦える環境を自分から探したいと思って、中学校2年生の時にサンフレッチェ広島のセレクションを、両親にお願いして見に行かせてもらって、でその時にすごく、レベルが高いのと、そのたくさんの人がセレクション参加してたんですけど、 こんだけサッカーをしてる人がいるっていうのも当たり前なんですけど、自分の目で見てそこを感じて、そこからこうサッカー、プロサッカー選手っていうのを意識し始めたなと思ってます。で、実際、こう、中学校3年生でセレクションを受けて、サンフレッチェ広島に入ったんですけど、まあ、胃の中の蛙状態ですごくやっぱレベルが高くて、中学校の時にナショナルトレセンに常に行ってるような選手だったりとか、日本代表候補にバンバン入ってた選手っていうのが、チームメイトにいる状況で、サッカーをしたので、3年間ほとんど試合出ることなく終わってしまって、大学に行くときも、こう、まあ、田口選手と一緒でプロなれるのかなみたいな感じで大学に行きました。
で大学でも、まあ、同期のライバルが日本代表候補に入ってたりとか J1 クラブの、特別で選手に入っててその選手は出てるんですけど僕は A チームでサッカーをずっとやれない環境が続いてたのでその時もなりたいけど自分はなれるのかどうかっていうところはすごく不安でずっと自信があって俺はプロになれるって思ったのはサッカーを始めて今まで多分一度もなかったんじゃないかなって思ってます。でもその中でやっぱ自分がサッカーは自分の中ですごい大事なものっていうのがずっと変わんなかったので自分がやれることを本気でやることがすごい大事なんじゃないかなと思ってやり続けて大学4年生の時にこう外なりの練習参加をして初めてこう自分が通用する部分が少し見えたっていうところがありました。でそこからは、まあ、それこそ西くんみたいな感じじゃないですけど身近に感じてこう意識することも変わったし自分のできないことっていうのをすごく改善しようっていうふうに思ってそこからプレーしています。はい、ありがとうございます。すごいね、でも中2で倉吉を出ようって思ってるその感じでやっぱすごいなと思いますよね、はい、やっぱり外を見たいっていうのはやっぱすごいなんか自分の視野を広げるってことはどこにいても大切なのかなってすごい聞いてて思いました。ありがとうございます。じゃあ最後に田中君お願いします。はい、まあ僕も一緒でサッカー始めた頃から漠然とプロになりたいなっていうのを思ってて、で本気でプロ目指そうと思ったのはジュニアユースガンバのだから中学の時かな、ジュニアユースに入ってから でやっぱすごいガンバってすごい環境が良くてジュニアユースとかユースはもうホーム毎試合見に行けてトップチームので、ちょうど僕がジュニアユースの時がそれこそACL とか優勝した年のもうガンバがめちゃめちゃ強かった年で、だからもうすごい毎試合見に行くのが楽しみで、でまあそこですごいガンバのサポーターの熱い応援とかっていうのを直で生で聞いて、うわ俺もこういうところでサッカーしてみたいなっていうのを思ってから絶対プロになるっていうのを意識し始めました。そんな感じです。ありがとうございます。シュどこ行ったちなみにガンバの試合見たことある人あ、お前ガンバの試合見に、お、いるいる、おるな、なんかいっぱい、みんなおるすごいよね、あの雰囲気ね、やっぱり J1 の雰囲気は、いや、すごいですよ ね全然あれを見てると見てないと全然違うよね、うん、そういうのもいいな。ちなみにみんなプロ選手、プロサッカー選手になったとしたらどこでプレーしたい？りょうくん、どこのチームに行きたい？いいよ、言いにくいだろうな、全然ぶっちゃけ、ぶっちゃけでいいよ、全然どこでもいいよ、プレーしたいチームでいいよ、うん、僕はガンバです。おー素晴らしいジョー君はジョー君あるから、ジョー君最初にヴィッセル神戸に行って、ヴィッセル神戸ね、そういいね、素晴らしい。ルカ君、リム君はどうだろう？僕はサンフレッチェ広島で、おいいね、広島ね。広島いいね。広島いいチームだよ。広島強いよ。めちゃくちゃ強い。これは、うん、カイト君でいいかな？合ってる？ちょっとミュートを解除にしてもらって、どこか行きたいチームがあったら教えてください。行きたいチームはないですけど。うん。うん、できたら海外とか行きたいです。おー、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。
ありがとう。じゃあ、ハルト君、ハルト君どうだろう。ハルト君で合ってる？木山くん、声が入ってないね。声が、うん。喋ってみて。ミュートにはなってない。うん、ミュートには声が入ってないですね。お母さん、声が入ってないです。あの光です。声が入ってないです。じゃあ、なるかな。じゃあ、ちょっとリオト君に行ってみようか。アビスパ福岡です。なるほど。福岡好きなの？うん、はい。おいしいものがいっぱいあるんで。おいしいものがいっぱいある。そっか。大事大事。そうか、福岡行ったことある、ね。大事。大事大事。いいね。ジョナさんも福岡行ったことあるよ。もつ鍋とかすごいおいしいもんね。おいしいしね。いっぱいあるよ。おいしいもん。アビスパ入ったら食べ放題だろうな、もう。いっぱい美味しいの食べる。食べないですね。ありがとう。ありがとうございます。ハルト君、声出る？喋ってみて。あ、出ない。うわさん、ヘルプ。また直ったらちょっと聞こうか。じゃあちょっと次のお題に行きますね。じゃあ次はテーマに。ですね、これまでプロになるためにしてきたこと、していたことですね。それをちょっと一人ずつから聞いていきたいと思います。結構みんなプロになりたいってことだったので、プロになるためにこれだけはやった方がいいよとか、こんなことしてたよみたいなことを子どもたちに伝えていただけたらなと思います。それではこれも田口君からいきましょうか、はい、お願いします。そう、さっき言ったみたいに、まあ、小学校の頃プロになる、もうなれるって確信があったっていう裏付けもあって、もうサッカーしか考えてないって感じで、それこそ夏休みは7時から11時までボール蹴って、小学校で一人とか、まあみんなで蹴る時もあるんですけど、で1時ぐらいまでご飯を食べて昼休憩してから、また5時ぐらいまでボールを蹴って、で、また家に帰ってご飯を食べて、7時から9時は、芝生のとこで照明があるとこあるんですけど、そこにみんなで集まってサッカーをするっていう生活をずっと送ってて、やっぱ練習した分だけ自信はつくし、で、それがもう根拠もあって、やっぱり、あ、俺はこんだけ練習してたらっていう自信もあったんで、小学校の頃は慣れる自信があったんですけど、中学校は、なんていうんですかね、まあ、西さんも言ったみたいに、遊ぶ誘惑とか、まあ、いろいろそういうのもあって、小学校みたいに自分が練習こんだけしたから、自信があるって言えるのは正直なくて、で、高校の時は、まあ、なんていうんですかね、その気持ちの面でもそういう、なんていうんですか、流れが、中学校からの流れの部分にちょっと入っちゃって、まあ、他の選手に、なんでお前がっていう気持ちも多分あったと思います。なんか自主練とかもあんまりせず帰るとか、高1の頃はしてて。でも、高2、高3に当たるって、やっぱ、いろいろ指導者の方から言われることもあって、で、なんかそこで意識が変わってきて、まあ、僕自身全然走れなくて、もう、高校の時も背中を押してもらって入るとか、もうタイムにも漏れるっていうのは日常で、なんかそれが当たり前になっちゃって、でもそういう部分は変えなきゃいけないなって思って、朝坂道を走りに行くだとか、まあ、そういう部分では自分で変えようとした部分もありますし、で今プロになって一番何をしてたらいいかなって思うのは、まあ、高校時の自分に言いたいのは、やっぱり止める蹴るっていうパス&コントロールっていうのはすごい今も言われてると思うんですけど、まあその当時僕はなんでこの同じ作業ばっかやらなきゃいけないんだよって正直思ってて、で適当にやってる部分もあって、でもそれが実際このプロの世界に来たら、そこの部分ですごい自分が劣ってるっていうなって思うし、止める蹴るができたらどの世界でも通用すると思うんで、やっぱりみんなプロ目指しているなら、そういう
止める蹴るパスコンとかはすごい、まあ単純ですごい、なんていうんですかね、作業になっちゃってる部分もあると思うんですけど、本当にそこはこだわってやってほしいなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。ちなみにそのサンブレンをやっててよかったなって思うことは、あ、朝練ですか？朝、昼、夜、サンブレン。いやもうそれは単純にサッカーが小学校の頃はもう好きすぎて、もう学校の休み時間も一番にボール持って出てきて、もうサッカーがしたくてしょうがないって感じだったんで、もうサンブレンしようとかじゃなくて、時間があればサッカーしたい、台風の日とかもしに行ってお母さんに怒られるとかもあったんで、まあ、サッカー大好きだったです、うん、ちなみに、はい、あの今聞いた話で止める蹴るって多分田口さん言ってたと思うんですけど、はいはい、その意識していなくても一番それが上手になるのが小学生ぐらいの、はい、小学生、中学年、3年生、4年生ぐらいまでかな、はい、多分その時に多分すごいボールを蹴ってたってことは、はい、多分、ね、そこですごい積み重なってる部分がいっぱいあったんじゃないかなって個人的に思いました。なので多分小学校だと思うけど、みんなもね、田口選手みたいにたくさん日々ボールを蹴ってると実は知らず知らずのうちにやってるかもしれません。それをちょっと感じます。ありがとうございます。じゃあ西山くんお願いします。はい、まあ、僕がプロになるためにしていたことって言われたら本当に一つで、もうずっとプロになるって思い続けてたことですね。うん、なんだろう、僕上手い選手じゃなかったんで、やっぱりこう ただこの世にはかなっていう思いがちなんだけど、それでも自分がプロになることをなんか信じ続けてずっとやってました。そうしたら自然となんだろう、まあ、練習のこともそうだし、まあ、練習は絶対みんないっぱい、他の人もいっぱいもちろんやってるし、でもその中でなんだろうな、途中で諦めちゃう人とかもそのいると思うんだけど、プロになるってことをずっと思ってれば、なんだろう、そこも耐えられるっていうか、その自分の向かうべき道がぶれないと思うので、もう本当に今プロになりたい、まあ、もちろんそのプロだけじゃないけど、自分がこうなりたいって思ってることがあれば、絶対そこからそれを思い続けてれば自然と行動とかも決まってくると思うんで、その信念を持ち続けてほしいなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。それでは平原君お願いします。はい、まあ、2人の選手が言ってくれたみたいに、練習をいっぱいすることと、サッカー選手になるっていう気持ちを続けることはもちろん僕もやってたんですけど、まあ、サッカー面ではやっぱそういうところがすごい大事だと思うんですけど、まあ、やっぱ私生活もすごい大事だなって僕は感じています。で、こう今は、お母さんがいて、練習場まで送り迎えしてくれてとか、で、練習で使った服をこうお父さんとお母さんが洗濯してくれて、ご飯も食べれてっていう環境があるんですけど、こうやっぱいつかその自立するタイミングが来ると思うんですけど、そうなった時にやっぱすごいお母さんとかお父さんに感謝をすると思うんですけど、まあ、そういう気持ちはすごい大切だなって思ってて、こう、まあ、僕の恩師であるコーチもずっと人として成長することが、まあ、サッカーとして成長することと同じぐらい大事だっていうふうに言い続けてくださってたんですけど、まあ、そういうのはすごい、まあ、まだできてるかどうかっていうのは正直自信を持って胸を張って言えるかどうかはまだわからないんですけど、こう自分の頭の中にはこう当たり前じゃない一人の人としてこう胸を張れるように生きていくっていうところは、こう自分の頭の中には常に置いてることです。はい、ありがとうございます。ちなみに自分の練習着自分で洗ってるよって人、お、いるんです。素晴らしいですね。大事ですよね、そういう感謝の気持ちとかね。すごいと思います。じゃあ田地くんお願いします。僕も糸原選手と一緒で、周りの
ね、お父さんお母さんとかコーチの人とか学校の先生に感謝するっていうことはすごい大事だと思ってて、でちゃんとそれをあの言葉で伝える、ありがとうとか、まあありがとうが一番かな、もうほんまに思ったら自分であの自分の心の中だけじゃなくてちゃんと伝えることが一番大事だと思ってます。でまあそれとあとちゃんとご飯も作ってくれてると思うけど残さず食べる、うん、それもすごい大事で、そしたら、まあ、感謝の部分もそうやし、あとあのね、あの自分が思ってないくらい体がすごい強くなるから、好き嫌いせずにご飯いっぱい食べてたら、うん、俺も全然好き嫌いなくて、でご飯も残さずもうめっちゃ食べてた、中学生とか、まあ、小学生の時とかも食べてて、でも全然あの骨折とかもしたことないし、あのどっか捻挫とかも全然したことなくて、だからまあご飯食べるっていうのは、あといっぱい寝るっていうのはすごい大事やなっていうのは思います。以上です。ありがとうございます。好き嫌いある人結構正直いいね。正直素晴らしい。いいね、あるよね、苦手なものはあるけどね、ちょっとずつでもね食べるようにしていくと、そうそうそう、食べたものが自分の、ね、力になると思ったら、なんとなく少しでも食べれるかもしれないからね、うん、ちょっとずつ頑張っていきます。ちなみにジョーク何が嫌いなの？人参です。え？人参？人参か、あるね、人参の美味しい食べ方をちょっとお母さんに伝えないけどね、これねなんか美味しい人参を紹介するっていう手もあるかもしれないけどね。わかりました、ありがとうございます。はい、それではだいぶ時間も結構いい時間になってきたので、ここからはじゃあね、ちょっと質問コーナーに行きたいと思います。ここからね、みんなの出番なので、どんどん質問していってください。じゃあね、今ちょっと話をここ45分ぐらい聞いてきて、何か選手に聞きたいこと、言いたいこと、いいよ、どんどん喋ってもらって。何でも来い、何でも。あ、何でもいいよ。ジョー君、お願いします。みんなのポジションはどこですか？おいいですね。いいね。じゃあちょっと一人ずつお願いします。じゃあ田口選手からいきましょうかね。はい、はい、僕はずっとちっちゃい頃からフォワードやってます。おストライカーですね、これ。お今年ちなみに何点ぐらいと思います、田口選手これから？いや、そうですね、やっぱり1年目で2桁狙っていきたいと思います。おお。いや、いいね。じゃあ次、西山選手、お願いします。はい、僕はディフェンスです。でも今はディフェンスなんですけど、中学校2年生まではフォワードでした。ポジションが。はい。そう、小学校で中学校の途中まではフォワードで、小学校の時1試合14点取ったことあります。すごいわ。14点。すごい。頭張ってんでした。西君、今もフォワードプレイスタイル変わってへんな、全然。そうか、今な、攻撃なのかディフェンダーなのかどっちか分かんなくなってきたね。オッケー、じゃあ次。ちなみにみんな知ってた？今日選手が着てるのユニフォームだっけね。本物だよ、これ。うん、そうそう。そう、なぜ色が違うのかっていうのも実はヒントなんだけどね。じゃあ、お願いします。はい、僕はゴールキーパーをやってます。でしょうね、小学校4年生の時からゴールキーパーです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、田尻選手。一緒でーすキーパーでーす。ユニフォームの色がね、同じ黄色でしたね。ユニフォームの色が違うからね。そう、実はゴールキーパーのね、背が黄色でよかったよね。そうです。あ、そうです。そうです。背が黄色で。
色がありますので、またそれもね、ガイナーレのカラーもちょっと勉強してください。ジョー君ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。他には誰かいますか？質問。あ、はい、じゃあリョウ君。はい、あの関西の選手とかってどんなプレーが上手いですか？関西、これは関西？関西とか、まあ、関東とか。関東、都心部の選手ね、はい、はいはいはい。まあ、ガンバはね、とにかくみんな足元の技術がすごい上手い。なんていうの、そのパワーでゴリゴリでドリブルしていくとかっていうのじゃなくて、すごいなんていうかな、パスをつないでつないで攻めていくっていうのがすごい前からのガンバのスタイルやから、だからガンバでプレーしたいんやったら、そこの足元の技術、だからさっき田口選手が言ってくれた止める蹴るの技術を磨いたらいいと思う。はい、わかりました。はい、ありがとう。リアがありがとうございます。はい、他には誰かいますか？あ、リオト君、いいよ。メンタルの保ち方を教えてください。あ、来ましたね。来ました。メンタルの保ち方。メンタルの保ち方ね。保ち方。何？それは、へこんじゃう時があるってことかな？落ち込んじゃう時があるってこと？あー、いろいろですね。それもあります。いろいろ。あー、なんかその落ち込んじゃうってみんなよく落ち込む、俺も落ち込むことってあるんだけど、もうそれって本当に1秒で変えられて、もうその瞬間から、あ、俺落ち込んでないって思えばもうそれは落ち込んでないに入っちゃうね。落ち込んでるって実は思い込みで、そう、落ち込んでないって考えればそれは落ち込んでない。結局さ、落ち込んでるって自分が思ってるから落ち込んじゃうじゃん。けどもう自分が大丈夫だと思えばそれは大丈夫になるから、まあちょっとこれ難しいんだけど、なんか常にこうポジティブな方向に物事を考えてみて、そうするといろいろ楽しくなってくるから。で、また分かんなかったらまた聞きに来てください。ありがとうございます。はい、はい、よろしくありがとうございます。ポジティブにね、いつでもポジティブに、大事ですね。じゃあさっき手を挙げててくれたリム君、ルカ君のお願いします。はい、サフレッチェとのトレーニングマッチがあったと思うんですけど、 J1 と J3 でどういう風に差を感じたか教えてください。おー、これちなみに誰に聞きたいとかある？フォワードの選手に聞いてみたいと思います。おー、じゃあこれは田口選手ですね。フォワード一人しかいないから。そうですね。まあ僕、まあ、は、高校サッカーからまずプロに来たっていう時点で、まあ、J3 とか関係なく、やっぱり高校レベルの体のあたりとか、やっぱり正直勝てる部分もあるんですけど、やっぱりプロの世界っていうのは、なんですかね、フィジカル面、体の出来方も違うし、っていう意味で、やっぱり、そこでまず違いを感じたのと、サンフレッチェと J1 のチーム試合したときは、なんていうんですかね、やりたいこと以外やらせてもらえないっていうか、なんか、そう、難しいんですけど難しいんですけど、やっぱり、ボールをちょっとでも長く持つと囲まれちゃうとか、あとトラップがちょっとでも大きくなったら狙われちゃうっていう部分はやっぱりすごいなっていうふうに思いました。はい、なかなか隙を作っててくれないとかですかね。そうですね。ありがとうございます。
大丈夫かな。いやちょっと怪しかったですね。何か他に3選手で補足ありますか、はい、今の質問に対して。ちょっとお願いします。すごい細かいところやけど、多分そのキーパーやってて思ったのが、あのサンフレッチェの選手はすごいプレースピードが速くて、だ例えばそのガイナーレの選手が2タッチでトラップするところをサンフレッチェの選手は1タッチで自分の蹴りたいところに置いたりだとか、あとすごいあのなんていうかな、プレーに無駄がないというか、あの守備の時もなんていうかな、あのインターセットをするって決めたらもうそこにサンフレッチェの選手がガツっていく、だからそういうところがすごいガイナーレと違うなっていうのは思いました。ありがとうございます。いいよ、こんなんでいい、こんなんでいいか。はい。ありがとうございます。大丈夫かな。OK、ありがとうございます。あ、ひろくん、はい、どうぞ。あの体幹をもっと鍛えたいんですけど、どうしたらいいですか。体幹、体幹、体幹。ケンさんと西さんじゃないですか。いや、これはもう西やろ。俺体幹やればいいんじゃないかな。さすが。体幹ね。どういうやり方。中学生って筋トレって。筋トレしてました、田尻さんとか、中学生の時とか。中学はそんなにしなかったかな。でも神のあるよね。みんなしてるっしょ。はい、ああ、ちなみに、ジョーが今、4年生、小学校4年生です。小学校4年生。全然してないです。小学生の時は、ね、あのね、多分小学生の時は誰もしてないと思う。うん、だ筋トレっていうより体幹っすよね、やっぱり小学生は。うん、そうやね。そう、中はそうっす。うん、この地面にこううつ伏せでこうやるやつ。横とか、そうそうそう。うん。をやればいいと思います。まだ積み重ねですね。積み重ね。うん。毎日やるってことです。体も大きくなるし、まだまだ。そうそう。ジョー君大丈夫？はい。はい。ありがとうございます。小学校の頃はね、本当に神経系って言って、それこそ止める蹴るが本当に一番発達するから、うん、これ一番、多分体幹とか筋トレは、もっと大きくなってからでも、どれだけでも多分伸ばせると思う。多分あの体幹で有名だと、長友選手がね、多分本格的に体幹やり始めたのは、大学生になってから、腰を痛めてから、そこから思いっきり体幹をやり出してから、一気に日本代表まで行ってるっていう。経歴もあるので、全然そこからでも遅くはないかなと思います。はい。他にはどなたかいますでしょうか。あ、はい、カイト君。もう自分は身長が低いんですけど、身長を高くするために、あの、意識することってありますか。あれですね、俺わかるけど、中学校の頃、めっちゃ身長ちっちゃくて、で、とにかく、本当に食べて寝るが本当大事だと思います。本当に、うん、いや、ほんまに大事よ。この時は、もう本当に食べて、しっかりなんかもう、多分今ゲームとかすごいあると思うんだけど、うん、まあ、それもちょっと我慢して、寝るの大事だよね。寝るって大事だと思う。で、ゆうや今何センチ？今178までいったっすね。おお。150センチ以下からもう伸びましたね、めっちゃ。寝るは大事っす。うん、寝るの大事。はい。うん、食べるも大事です。何時ぐらいに寝たらいいかな？何時ぐらい？どうなんすかね。何時に起きるかにもよるんじゃないですかね。うん。わかるよ。俺寝るの遅かったけど、次の日の昼の1時とかまで寝てたもん。いや、それは寝すぎでしょ。休みの日、休みの日っす、休みの日。ああ。社
くさん寝る。たくさん食べてたくさん寝る。そうですね。うん。ありがとうございます。カイト君大丈夫？はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ハルト君声入るかな？うん。あ、入った入った。入ってる入ってる入ってる。聞こえてる聞こえてる。入った入った。入った大丈夫、質問。質問ですよ、どうぞ。いいよ。好きなサッカー選手っていますか？お好きなサッカー選手、サッカー選手、憧れのサッカー選手。一人ずつ、行きましょう。じゃあ、これは、田口選手。そうですね。やっぱ、ちっちゃい頃、それこそ、みんなぐらいの時は、僕すごいネイマールが好きで、もう若いな、全然プレースタイル違うんですけど、ソックスをここの、なんていうんですか、膝の上まで上げるとか、すごい真似してましたね、僕は。鼻のここになんかちょっとシールつけるみたいな。すごい真似してました。ネイマールが好きでした、昔は。昔は今はいやでも今好きな選手って言われてもパッとはいないですね。まあ目指す俺が一番、いや西さんですそんなことはないです。やっぱ目標にしてる選手はいっぱいいますね。うん、ありがとうございます。西山選手お願いします。僕はその唯一、サッカー選手の DVD を買ったのは、あの、アンリ選手でした。ティエリアン。フランス大、フランス大。わかるかなぁ。アンリ知ってる？みんな。この年代知ってるのかな？知ってる人。ティエリアンリ知ってる？知らないんだ。そっか。うわ、ジェネレーションギャップやな。ねえ。でも、その、この選手になれるよって、言われたら絶対メッシになりたい、やっぱり。あ、それは俺もそうです。うん、誰か一人になれるよって言ったらメッシ。楽しくて仕方ないっすよ。ありがとうございます。うん、じゃあ、伊藤原選手お願いします。僕は、浦和レッズでプレーされてる西川周作選手っていう選手と、マンチェスターシティのエデルソンっていうゴールキーパーの選手がいるんですけど、二人ともキックがすごい武器で活躍されてる選手で、まあ、そこはすごい好きというか、まあ、憧れだったりとか目標っていうの部分でこう見てる選手です。ありがとうございます。田口選手お願いします。田尻選手お願いします。はい、今引退しちゃったんですけど、僕はイチロー選手が好きです。どうした？これ結構ほんまになんかね、なんかすごい、なんていうかな、野球やけど、なんかサッカーにも、通ずるというか、サッカーにも代用できる、気持ちの持っていき方とかが、イチロー選手ですごい上手くて、そういうのをすごい参考に、今も本読んだり、そういうのを、まあ、ネットとかで調べたりとかはしてます。なるほどですね。違う。参考になります。はい、ありがとうございます。それではちょっとあっという間になって、もうですね、もう5時になります。もう1時間、終わりの時間になってきたので、最後。一つだけこれは聞いときたい。最後一つ何かありますか？誰かこれだけは聞いときたい。いいよ。こっちはリム君、ルカ君の方、どっちだろう。お願いします。どうぞ。ストロングポイントを伸ばすためにどういうことをすればいいと思いますか？自分のストロングポイントを伸ばすためにね、どういったことをする？ちなみに、リム君のストロングポイントは、リム君で合ってる？
ルカ君。ルカ君のストロングポイントは、ロングフィードのキックです。あ、ロングフィード、ロングフィードのキックの選手を、精度をもっと上げていきたいと。それを伸ばすためにはどうしたらいいですか。伊藤でしょ、これは。あ、僕、はい。糸原選手で。あ、糸原選手。はい、僕は、とりあえずいっぱい、たくさん蹴ることですね。もう、単純だけど、こういう蹴り方とか、こういう軸足とか、こう、どういうふうにしたら、どういうボールが飛んでくっていうのを、いっぱい蹴ると、やっぱ分かってくるので、こう、それが分かると、使い分けもできるし、こうどこにどういうふうに当てたらボールが飛んでいくの、あ、遠くに飛んでいくのかとかっていうのもやっぱいっぱい蹴るとすごい発見もあるし改善も、まあ、多分どのプレーに対しても言えると思うんですけど、本当にこう考えながらたくさん蹴るっていうことだと思います。あと自信持つことですね。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、はい、ございます。じゃあちょっとまだまだいっぱい質問もしたいこともあると思いますが、名残惜しいですがそろそろエンディングに行きたいと思います。最後に今日みんなと一緒に、ね、時間を過ごしてくれた選手から子どもたちにこれから、ね、多分みんなプロサッカー選手目指す子もいればそうじゃない子もいるかもしれないけど、みんなのね夢に向かって選手からちょっとメッセージをいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、田口選手、お願いします。はい、今日はまず話を聞いてくれてありがとうございますってことと、やっぱ僕はもう、そうですね、やっぱり夢っていうのを持つのはすごい大事だと思って、夢があるからその目標に向かってやっぱり頑張れるっていうのもあるし、で、僕自身も今、一つのサッカー選手になるっていう夢は叶ったけど、また新しい夢があるし、そのために今、頑張ってるっていう、頑張れる。夢がないとやっぱり、何したらいいか分かんないし、どう頑張って、その夢に、夢の、まあ、僕はサッカー選手だったんですけど、サッカー選手になる。っていうその過程とかも分かんないと思うんで、まあ、とにかく今はやりたいことを見つけて、でそれがもしサッカー選手ならすごいサッカー今日聞いた、ガイナルの選手から聞いた話を参考にして、頑張っていってほしいなと思うし、でそれがもしサッカーじゃなくてもやっぱ夢を見つけてそのために頑張るっていうことが、これから絶対自分のためになると思うんで、皆さん夢を持って、それに向かって頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次西山選手お願いします。はい、今日はまずありがとうございました。で、まあ夢ってすごい大事だと思うんだけど、その夢は夢でも、そのみんなが持つ夢ですごいでっかい夢にしてほしくて、でその自分の人生っておおよそ夢に比例するって言われていて、例えばちっちゃい夢を持ってるとそのちっちゃい夢の下でしか自分の人生って動かないけど、大きい夢持ってるとその間で、まあ、その夢の 80% が叶うかもしれないし半分かもしれないけど、夢は大きければ大きいほどその自分の人生もよりこう豊かになっていくと思うんで、できるだけ大きい夢を持ってください。サッカーなら、じゃあレアルに100億円で入るとか、もうそんぐらい大きくていいと思うんで、まあ、サッカーじゃない子は、もう超大金持ちになるでもいいし、めっちゃ可愛いアイドルと結婚するでもいいし、本当に何でもいいので、でっかい夢を持って、これから人生を過ごしていってほしいと思います。今日はありがとうございました。はい、それでは、伊藤原選手、お願いします。はい、僕は、まあ、2人の人と2人の選手と似てるんですけど、まあ、好きなことを全力でやってほしいと思います。やっぱ夢って持つのは誰しも好きだなとか思ったことに対してこう
たくさんしていって夢になると思うんですけど、この好きなことに対して好きな人でもいいし好きなものでもいい、そういう人に対し、そういうことに対して全力で取り組んでいってほしいと思います。そしたらこう大きな夢もできてくると思うし、やりたいことも出てくるのと思うので、もう好きなことを全力で今楽しみながらやっていってほしいと思います。ありがとうございます。はじめ選手、お願いします。すごい前の3人がすごいいいことを言ってくれたので、それを続けて、で、ちょっとサッカー勉強したいなってなったら、ぜひガイナーレ鳥取の試合を見に来てください。お願いします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 。ちなみに次のというか最初のホームゲームは7月の5日日曜日から始まります。で、来週末からはもう J3 リーグも開幕します。最初の頃はね、ちょっとお客さんがちょっとコロナの影響で入れなくて、みんながなかなか見に来る機会はちょっと先になるかもしれないけど、ぜひ見に来れるようになったらね、また4人の選手を応援にスタジアムまで来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは以上で本日のガイナーレ夢広場終了とさせていただきます。じゃあ今日はね、みんな本当にありがとうね。で、最後はちょっと一人それぞれ自分で退出ボタンを押して出るようにお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。はい、ありがとう。